長沢ダムは、高知県阿川郡命長長沢あざ長沢山地先、吉野川、本川最上流部に建設されたダムである。吉野川水系の電源開発を進めていた四国中央電力株式会社は、下流に建設した大橋ダムに続いて吉野川にダム式発電所の建設を計画し、1941年に建設を開始した。だが、 折からの電力国家党政策によって、四国中央電力は解散、日本初送電株式会社に再編成された。これにより、建設事業は日本初送電によって進められたが途中戦争により、中断を余儀なくされた。戦後、日本初送電株式会社は連合国軍、最高司令官総司令部によって、過度経済力集中排除法の指定を受け、分割されることになった。 この間建設事業は再開され1949年に長沢ダムは完成するが翌1950年に電力事業再編成によって日本発送電は全国旧電力会社に分割民営化となりダム発電所の管理は四国電力株式会社に継承され現在に至る長沢ダムは高さ71.5メートルの重力式コンクリートダム 石槌山系の山懐にあり静かな景観を醸し出している。付近を通過する国道194号は新関風山トンネルと大森山トンネルの開通によって高知市と松山市を結ぶ重要な幹線道路となっている。長沢ダムはダム湖畔に建設された揚水発電所、大森川発電所の会計として利用されている。上池は 支流の大森川に建設された大森川ダムの大森川貯水池で導水路を通して接続されている。長沢ダム直下に付設されている長沢発電所は最大出力5 2 0 0ットである。ありがとうございます。